ギタープラネットの吉岡です。ギタープラネットの柳津です。吉岡さんの推しギターイエーイ、イエーイ。そういえばこの間山口さんの試し弾き動画でストラタキャスター紹介しませんでしたっけ。そうなんですよ、はい、あの動画すごく反響いただいてまして、おで今日はですね、はい、この新着入荷のマスタービルドのテレキャスターが、ちょうど以前から在庫していて欲しいようなものと、はい、同じスペックのビルダー違いっていうので入荷したんですけど、はい、テレキャスターは試し引きだとご紹介してないので、この2本のテリーをご紹介したいと思います。じゃあ早速内容聞いてもいいですか。もちろんです。こちらがアンディ・ヒックス製作の1952テレキャスター、はい、で柳井さんの方にあるのがオースティン・マクナット製作の1952テレキャスターで、どちらも日本マーケット向けのスペックピースで作られたおしゃれなもの、まあ、王道のブラックガードですね。うん、オフセット2ピースのアッシュボディに追いまさめ取りのメープルネックで、ヴィンテージスペックの指板 7.25 インチにヴィンテージフレットっていうのは今結構珍しいんですけど、まずご覧いただく通りジャーニーマンレリックなのにだいぶ違うルックスが、え、これ同じジャーニーマンレリックですか。そうなんですよ。でこれやっぱ面白いなって思うのは、はい、オースティンは、はい、彼ギター製作学校の先生だったキャリアがあるので、すごい真面目な感じなんですよ。あーなるほど。いわゆる、ま、レギュレーションというかルールにのっとって、じゃあジャーニーマンレリックだったらウェザーチェックと打光音が入ってて、塗装剥がしてはないよねっていう、もうそのルール通りに作ってあって、はい、ま、全体的に品がいいというか真面目そうな感じ。そうですね、まあ、ジャーニーマンレリックといえばこのイメージは結構あるかもしれないです、はい、で一方でアンディは、はい、ジャクソンとかグレッチとか、エキゾチックジェームス・タイラーっていうようないろんなブランド渡り歩いてきて、はい、かなりそのご自身の中でのギタービルディングの哲学があるんだと思うんですよ。あーなるほど。でかつアンディはバンドやってるビルダーなんですね、はい、現役のバンドマンなんで、ここの指板のエイジングがこれ僕すごい気に入ってて、 Am のペンタトニックのキーで削ってあるんですよね、はい、まあと E とかもうブルース系の人だったらここ絶対弾くよねみたいなポジションにエイジングをしてるのが、まあ、これめちゃくちゃバンドマンっぽい発想だなと思って、まあ、弾いてる人にしかわからない発想ですよね。そうなんですよ。これ収録時点で2日前に入荷したんですけど、はい、もうケース開けてうわーこの指板のリリックにすごくこうグサってやられて、ご紹介したいなと思って取り上げてます、はい、アンディのギターから鳴らしていきたいと思います。お願いします。ハーフトーンですね。良くないですか。めちゃくちゃいいですね。今すっげえ刺さりました。このジャズマスターのキラキラ感にも通じるような、はい、カッティングとかしてもいい感じの音がいいですよね、うん、でもリアもカントリーライクな伝統的なサウンドですよね、うんうん、ちょうどいい音の硬さでいいですね。フロントはどんな感じですかね。フロントはビビビキとかも似合うような、
綺麗な音するんですよ、はい、ただアンディの個人的にいいなと思ってるところはドライブサウンドがめっちゃかっこいいですよね、うんうんうん、伝統的なフェンダーっぽいサウンドの中にちょっと音域がギュッとした感じの、うんはい、モダンコンポーネントっぽい感じがあるのがアンディのいいとこだなと思いますね。続けてオースティンなんですけど、はい、もうネック握った感じがやっぱ違くて、そんなに違うんですか。まあアンディがラフだってわけじゃないんですけど、オースティンのネックはもうすごい丁寧な感じがします。さっきと同様ハーフトーンから楽しみましょう。お願いします。スッキリしてますね。そうですね、なんか丁寧な弾き方したくなりますね、うんうん、こっちは同じピックアップで同じ製品仕様なんですけど、うん、全然弾いてて違いが感じられますね。リアピックアップってどんな感じですか。リア鳴らしてみましょう。はい、全体的に痛いところが出ないというか、うんうん、優しい感じの響きですよね、はい、フロントとかもっと甘いんじゃないですか、もしかして。お間違えましたけど、なんかこういうちょっとムーディーな感じしたくなりますね、はい、テレキャスターなんですけれども、こういうサウンドも結構相性いいですね。なんか今ブラックガードでジャズを演奏したいって方も結構いらっしゃって、はい、あ、そうなんですか。まあ、ニューエイジ系というか、うん、コンテンポラリーのジャズとかだとやっぱこういう甘い音って使えるんじゃないかなと思いますね、うん、ちょっとじゃあリアで歪ましてみてもいいですか。はい、なんか系統としてグレックとか寄りじゃないですか、はい、あーそうですね、すごいなんか優しい感じというか、うんはい、アンディはもっとワイルド系というか、うん、豪快さありますよね。ゴリゴリっていうとなんか言い方悪いんですけど、うんまあ、すごいロッキッシュな雰囲気、アメリカンな感じがあって、うん、オースティンってカナダご出身でいらっしゃるので、はい、あ、そうなんですね。アメリカにすごい近いですけど、やっぱちょっと違う文化を持つ、うんまあ、そういうルーツが楽器作りとか音にも出てるのかなって思いますね、うん、アンディもオースティンも2022年にマスタービルダーに着任したので、はい、まだ日本で流通してる数が少ないんですけれども、今日聞いてみてどっちの方が印象良かったとかありますか。印象良かった、両方とも良かったですよ。まあそうですよね、マスタービルダーはね、はい、でもなんでしょうね、やっぱり聞いてて印象に残りやすい、その自分にとって印象に残りやすいのはやっぱ豪快さのあるギターだったなっていうのを思いましたし、うん、ちょっと意外ですね。いやー、なんか私割と落ち着いたサウンドのギター好きなので、
まあ、グレッグ・フェスラーさんもそうですし、はい、そのオースティンさんも同じような系統のサウンドを感じたんですけれども、いやなんか結構刺さりましたね今回は、はいはい、この豪快さ、まあ、実際そのストラトキャスターとテレキャスターで、うん、ビルダーの感じ方が変わったりとかもすると思うんですよ、はいはい、僕自身もオースティンのストラトはめちゃくちゃいいなって毎回思うんですけど、アンディのテレこれすごいいいなって思って、まあなんて言うんでしょうね、このアメリカっぽい土って感じにちょっとコンポーネントっぽいギュッてした感じが加わって、まあトッド・クラウスとかともちょっとまた違うんですけど、ちょっとそっち寄りみたいな豪快アメリカ系の感じがブラックガードは似合うなって思って、テレキャスターのキャラクターすごい合いますよね。今日ご紹介した推しのものが気になった方は当店ギタープラネットホームページをチェックしてください。違いますね。違いますね。ちょっとそっちのネック握らせてください。ああなるほど、ああなるほど。面取りしてある感じがアンディはいいですよね。そうですね、あ、結構違いますね、うん、どっちも 5-2U シェイプなんですけどね。マジっすか、うん、ま、厚みとかそんな違わないけど、この指板の縁とか違いますよね、はい、違います。それレリックいいですよね。このレリックいいですね、うん、これ止まんないな。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。